こんにちは、粟田洋介です。今日の動画では歯ブラシテクニックというものをやろうと思って歯ブラシを買ってきました。これは普通の硬さのちょっと先が尖ったやつです。歯ブラシでスプレーみたいに絵の具を飛ばします。今日はアクリル絵の具を使いますが、どんな絵の具を使っても問題ないと思います。今日はこの小さいキャンバスに色を塗って乾かしてから歯ブラシテクニックを使っていこうと思います。キャンバスも乾いているので、早速歯ブラシテクニックを使っていこうと思います。歯ブラシの他に金網を用意します。これは画材屋さんで買ったそれ用の金網なんですけど、こういう網目だったらシンクの蓋っていうか排水口に使うやつとか、あとはお茶を入れる時に使う茶こしでもいいし、あとこれプラスチックなんですけど、ガーデニングで使う植木鉢の底に入れるやつ、こういう網目になってるもんだったら何でもいいと思います。で、単純に歯ブラシに絵の具をつけて、ここでこういう風にやって細かい絵の具がキャンバスとか紙に貼り付くっていうわけですね。ちょっとこれに描いていきましょう。絵の具を、アクリル絵の具ですね、ちょっとだけこの色を足して、だいたい絵の具と同じぐらいの量の水を入れて、混ぜていきます。この歯ブラシの先に絵の具をちょっとつけて、こんな感じですね。距離を近くすると濃い色が出ます。こんな感じですね。距離を遠くしてみると、この金網の距離ですね、薄い感じであんまりついてないな。ちょっと青を足してみます。絵の具の硬さはちょっとトロッとした感じですね。これ逆さまにして持ちないぐらい。もうちょっと水入れてみますね。さっき白でやったと同じぐらいの感じです。なんか少しこんな感じで少しずつ垂れるような感じ。飛んでるんだけど色がね目立たない。なのでちょっと白を足します。こうした時にちょっとゆっくりこうやって垂れてくるような感じの硬さにします。ちょっとこんな感じになりました。こうやって見ると絵の具がたくさんついているのがわかると思います。実は私このテクニックあんまり使ったことがなくて、前に固めの歯ブラシでやってうまくいかなかったことがあります。で、これも買ってみたんですけど、その時以来何年も使ってなくて久しぶりに出してみました。
ここまで動画を見てくださった方のために、私が考えた歯ブラシテクニックというのを紹介します。私が考えたつっても、他にやってる人もたくさんいるかもしれないんですけど、この歯ブラシの毛先を利用したものなんですが、普通の筆に比べて歯ブラシの筆はこういう風に間隔が空いていますね。で、ちょっとやってみますが、まず歯ブラシの毛先に絵の具をつけます。で、こういう風にやります。そうするとこういう感じの塗り方ができます。まあこれだけの話なんですけど。まあこういう感じでもできますし、こっちの方も使ってみます。こういう風にやって。まあこういう感じに描いていくことができます。何年か前にこれでうまくいかなくて、歯ブラシで こういう感じでなんかクロスさせながら模様をつけたりとかよくやっていました。それで布用の絵の具を使ったりとかメディウムを混ぜたりして布に描いて洗濯できるようにすることもできると思います。歯ブラシテクニックの動画作っといてなんなんですが、個人的にはスプレーペイントでやった方が好きです。でもこれ手軽だし、これやるの楽しいって方もいらっしゃると思うし、これ歯ブラシとかこういう専用のものもあるけど、網であれば何でもいいので、お家にあるもので手軽に多分できると思うので、よかったらぜひ試してやってみてください。歯ブラシテクニックは以上とさせていただきますが、せっかくなのでこの絵普通の筆で普通に描いて仕上げていこうと思います。こっちの絵はこんな感じで出来上がりました。猫のプリンセスというタイトルです。こんな感じで冠をかぶっています。でもう一つの絵は歯ブラシもちょっと使って描いていこうと思います。でこちら側はこんな風になりました。この毛羽立った部分は歯ブラシで描きました。今回は歯ブラシテクニックを紹介しましたが、こういうことについての動画をやってほしいとかそういうリクエストがありましたら、コメントなどで教えていただけるとありがたいです。私が知らないこと、わからないこと、できないことってたくさんあるんですけど、私のできる範囲で皆様にお役に立てる動画が作っていけたらと思っています。ということで今回の動画は以上です。
この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。